はい、どうも、タクタクです。エンコン、ビエンリート、ハイ、奥の誘引、やっていきましょう。長えよ、名前が。じゃあ、こっち行きますよ。はい。お、いきなりイベント。長いな、廊下。この病院広いね。あっちは病院というより家？向こうも、向こうにもいるのかな？何が？幽霊。さあな。おっと、今なんか、どここれふふーん、ふーん。誰この人？ラララン、ラーン。今日はさくらちゃんの誕生日パーティー楽しみだな。さくらちゃん？鳥くーん。誰や？店長！店長なの？随分と早いお戻りで、さくらちゃん呼びに行ったんじゃないんですか？さくらちゃんって誰だ？行ったよ、行ったけど待ち合わせ場所にこんな置き手紙が。どれどれ？お父さんへ、お仕事お疲れ様。家出します、さくらより。急に唐突、なんでそう、なんでこうなった？どうしてこうなったんだ？何したんですか、店長？何もしないよ、ただ、ただ？サプライズにしようと思って数時間前に電話で仕事が忙しくて今日さくらの誕生日祝えそうにないよ、ごめん。また明日ねって言っちゃった。でも、これのせいじゃないよね。いや、それのせいだよ。紛れもなくそれのせいでしょうね。じゃないですよ。どうするんです？さくらちゃんきっと今頃泣いてますよ。さくらが泣いて、そんなの嫌だ。泣いてる暇があったらさくらちゃん探しましょう。僕も手伝いますから。ありがとう、トリック。お礼に今月の給料あげておくね。え、そうなの？そういう制度？ありがたいですけど、それはまずいと思いますよ。いろいろまずそうなの、確かに。それじゃあ行ってきます。1時間探しても見つからなかったら学校へ、警察に連絡しましょう。さくら。動けるよ。さくら、2階にいない、もしかしたら。いけねえし。店長、大丈夫か、お前は。店長、こんな感じ。さくら、どこ行っちゃったんだ。これがさくらなんじゃない？にゃーん。あ、にゃっこさん。にゃっこさん？こんにちは。にゃーん、さくらちゃんなら、肺病院の方に行ったのを見たわよ。やばい、これは。あ、さっきの話聞いてたんだ。で、肺病院？評判悪くて、閉院しちゃったあの、春ヶ丘病院？そうよ、あそこに嫌な予感がするわ。早くさくらちゃんを迎えに行ってあげて。にゃんにゃーん。ありがとう、にゃっこさん。これあれか、さっきもしかして幽霊みたいのが来たと思ったら、のは、あれなんじゃないの？さくらさんだった。さくらちゃんだったね。ここが春ヶ丘病院。いや、別館？母屋かな。早くさくらちゃんを探そう。じゃあちょっと、行きますか。ちょっと違う。鳥、道真。鳥、道真。和っぽい名前なのに金髪っていうね。あ、赤い、ワインが、また割れてます。お、トイレ、いい、うわー、トイレごめんなさい。トイレではなく鏡が割れましたね。濁った水が便器を満たしています。ん？なんか詰まってる。え、まさかお前も行くのか？濁った水が便器を満たしています。ん？なんか詰まってる。さすがに手を突っ込めないと。あの子なら多分行けるはずだ。この中入れる？これ濁ってないんだ。防火なんかをドスドスやればいけるかな。あの、なんていうの、吸盤みたいなね。バックスバニーとかになんか出てくる。うわ、音！音よ。首のない人間置かれています。ない。開いてるよ、なんか。大丈夫これ。おー、ちょ待って、ちょ、いや、やめておこう。ちょ待って。いくか。せーの。どれどれ？え？なんか出てきた。ぐ。え、なにこれ？キモい。え、何がいたの？万の字ゲームオーバーですわ。よかった、セーブしといてね。これダメだっていうことね。この瓦礫は関係ないの？関係ない感じで、はい。ちょっとな、今の好きだったな。今みたいな演出好きなんですよ、タクタク。こう来て、鍵がかかっています。お、いける。は？誰かいるよ？これあれじゃないの？あやめちゃんだっけ？君、一人、こんなところで何してるの？遊ぼ？え？かくれんぼ。あやめを見つけられたら、みちお兄ちゃんの勝ち。いいものあげる。
なんで僕の名前見つけられなかったら、あやめの勝ち。そしたら、みちお兄ちゃんは、ずーっと、あやめの友達。じゃあ、スタート。消えた。あれ？なんか落ちる。人形の首を手に入れました。これは、そういうことか。首のとこに行きなはれってことか。首のとこに行きましょうか、じゃあ。ここに、これはめよう、はい。人形の首をはめました。人形の手から何かが落ちました。鍵？リビングの鍵？お。笑ってる。あ、いなくなってるっていうか、もともと、あれか見えてなかった。リビング的なとこここなんじゃない？ここ違う。え、リビング的なとこどこ？リビング的なところどこ？あ、来た、ここか。お。血の晩餐会やん。血の晩餐会。ネズミや虫の死骸がさらに燃え付けられています。いやー、ちょっと。ダークマターだね。異臭を放つ料理が置かれています。ダークマターの意味が、料理を調べますか？調べよう。食べるなぁ。ここでも、ここでも、あ、首だけになった。首だけになっちゃいました。ここでもダメなの？許してよ、そろそろ。かかって使った。はい。ここダメね。はい。これフラグ立てだからね。食べます。調べません。はい。いいや、汚いし放っておこう。この子たちは？顔が潰れた人形が座っています。人形にはお母さん。お母さん。あやめ？ウジ虫が張っている人形が座っている。人形にあやめと書かれています。腹を裂かれたお父さん。あやめちゃんこ、あ、光ってるよ。あ、これ何かに使えないかな？お玉を手に入れました。あ、これで、これで、食器をトイレの便器の中に突っ込むっていうのはとても、俺は、調理器具か。気が引けてならないのだが多分そういうことなんだろう。あれ？そうだ、このお玉を使って。よし、取れた。部屋の鍵。やっぱそういうことだったか。なんかね、バイトって書いてるよ、く見たら。ふふ、道だね。バイトなのか。特技は、コーヒーを美味しく入れるとか。ウェイター服。そんなウェイターの服は、脱がしちゃう！よし、脱がしちゃった。鍵がかかっています。ここじゃない。こっちか。ここ、あ、ここじゃない。え？部屋、あ、上か？上に行く。あ、こっちに行きなさい的な。なんだろう、あの、色使いは。鍵がかかっている。ここか？見えない力で、閉ざされています。あ、ここか。ここは、緑だね。随分ね。でも、なんもなさそうよ。なんもなさ、なさげ。あ、この子か、あやめちゃん。今、なんか、俺、部屋のランプか何かかなと思ってた。あ、あやめ。あやめ。あやめ。どこに行ったの？あやめじゃなかった。こう、ヒットポイント下がったりとかしないんだね。春ヶ丘、ゆり。春ヶ丘ゆりの日記。1月1日、元日だね。最近、病院の負傷地続きで、院長であると、ある、サトルさんは疲れているようです。戸田先生もユキコさんも、なぜ患者を殺すような真似を。私も辛いけど、サトルさんはもっと辛い思いをしているはず。妻である私がしっかり支えないと。もう同じ日だよ。今日はあやめに、桃のゼリーを作りました。お菓子作りが大好きなあやめはこのゼリーがとても気に入ったみたい。今度のお父さんの誕生日に一緒に作ろうねと言ったら嬉しそうに笑いました。あやめ、あなたから笑うと私も嬉しいわ。あやめは私たちの宝物。世界で、いやもう神々です。世界で一番愛しているわ。で、1月1日の日記をね、今日はサトルさんの弟タケルさんが来ました。またお金を無心に来たのかしら。早く帰ってくれないかしら。こう元日にだから、そういうことよ。お年玉くれって来たの、弟さんが。タケルさんに話があると言われて倉庫に行きました。
急に近づいてきたかと思うと手を伸ばして私に、あ、書くのも思い出すのもおぞましい、気持ち悪い手で私に触らないで、こうエロいことしてきたってことするだから、サトルさんに相談してるタケルさんを追い出してもらいました。あ、相談しね、タケルさんを追い出してもらいました。サトルさんは私に迷惑をかけてごめんと謝りました。サトルさんは何も悪くないのに憎い、私をサトルさんを苦しめるあの男が憎いわ。これ多分1月1日じゃなくて、多分何月何日か読めないみたいな感じなのかな。あやめが熱を出してしまいました。昨日はしゃぎすぎてしまったせいでしょう。体の弱いあやめは自由に外を駆け回ることも学校に行くことも難しいのです。つい弱気になったあやめに不自由な思いをさせてしまってごめんねとこぼしてしまったら、あやめはお父さんとお母さんがいつもそばにいてくれるから平気と笑ってくれました。あなたは丈夫に産んであげられなくてごめんなさい。あなたのことは私とサトルさんが絶対に絶対に幸せにするからね。またあいつが来た。そして私に汚らわしい、汚らわしい。あやめが来てくれなかったら私はどうなっていたのでしょうか。それはもうちょめ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 ですよ。だからもう、あいつがやっと帰った、二度と来なければいいのに、またあいつが、これはあれ、なんか挟まってる。ページの間に写真が挟まっています。楽しそうに微笑む女の子とその様子を優しいまざしで見つめている夫婦が写っています。春ヶ丘一家の家族写真を手に入れました。この女の子さっき見た、ということはあの子がアヤメちゃんか。ゆりさんとサトルさんって人たちの一人娘、幸せな家族だったろうな。だったろうな、うん、いいな。でも、タケルって人のせいで何かあったんだろう。ってあれ、まだ何かある。倉庫の鍵を手に入れました。タケルをもう、これは、もう心の中でぶっ殺すと思ったら、その行為はすでに終わっているんだ状態ですよ、もう。どうなってるんだろう。さあ、倉庫の方行ってみるか。こっちか、倉庫。下っぽいね、でもね。さっき開かなかったところ。僕ね、なんか。あ、違うわ。あ、ね、これ。宝箱。なんか、宝箱だけど開かない。ダイヤルはわからない。こっちは、鍵かかってる。そういうことはもうここだよね。はい、来た。お、いた!あやめちん。やっと見つけたぜ。あやめちゃんだよね。ああ、見つかっちゃった。約束、これあげる。庭の鍵を手に入れました。道お兄ちゃんが探しているさくらちゃん、そこにいるよ。さくらちゃんが?あやめまた、あっち行こっかな。またね。行っちゃった。とにかく早くさくらちゃんのところに行こう。さくら、飯にしようか。トラさんね。セーブして。はい、といったところで、本日は一旦終わりたいと思います。なんか、新キャラが出てきましたよね。鳥居道真くん。なかなかの男前。俺も金髪にちょっと、やめよう。ちょっといろんな人と被るわ。お前似合わねえよ、そして。ねえ、なかなか、可愛げのある。まあ、現在今ね、全裸ですけどね。はい、というわけで、また次回、お会いしましょう。ではまた。ご視聴、ありがとうございます。今回の動画はいかがでしたか?よろしければコメントで感想を教えてください。あと、チャンネル登録はお済みですか?チャンネル登録をしておくと、最新動画や過去動画が探しやすくなりますのに、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。パソコンの方はこちらのボタンをクリック。スマートフォンの方はこちらをタップしてみてください。Twitter とニコ生とかもやってますので、興味があればチェックしてみてね。チャンネル登録してくれないと、お仕置きだべー。